私はゴミ掃除の仕事をしています。ゴミはゴミでも普通のゴミとはちょっと違うかもしれません。私が掃除をする場所、それは宇宙なんです。こちらのシミュレーション映像をご覧ください。たくさんの点が地球の周りをぐるぐると回っています。このシミュレーション映像は地球の周りにある人工衛星やロケットの数を表したもので、この赤い点はもう今は使われてないもので、つまりはゴミということです。これらは何かというと、もう使われなくなった人工衛星やロケットの一部。ロケットは宇宙へ物を運ぶ役割をしていますが、その一部は宇宙に残ります。そして爆発など事故が起きて生まれてしまった破片たち。私たちが空を見上げてもそんな景色は全く見えません。まさかこの空の向こうがゴミだらけなんて想像できるでしょうか。ですが事実、この宇宙のゴミ問題が深刻な状況を作り出しているのです。地球を周回する物体は時速7、8キロで移動しています。これは弾丸よりも速いスピードです。また大きさはというと、ロケットの一部となると大型バスぐらいの大きさになります。一方で砂粒のように小さな破片のものまであります。つまり大小さまざまな物体が超高速で地球の周りを飛び交っているということになります。さすがにこれだけの数があると衝突事故って起きてないのかなって思いませんか。実は起きてるんです。2009年アメリカとロシアの衛星が軌道上で衝突事故を起こしています。この衝突によって1万個以上の宇宙ゴミがまた新たに発生してしまいました。宇宙ゴミの脅威とはまさにこのことで、衝突によって生まれた破片がまた別のゴミに衝突してまた新たな破片を生み出す、そうやってその数がどん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 増えていくということが問題されているんです。宇宙は遠い存在と思われているかもしれませんが、実は皆さん日常的に宇宙の技術を使っています。例えば今日ここへ来るのに GPS など地図アプリを使って来ませんでしたか。そして朝は天気予報を確認してきたのではないでしょうか。ご自宅で BS、CS のテレビを見ている方もいらっしゃると思います。これらはすべて人工衛星が可能にしています。また航空や海上輸送などの交通インフラ、金融取引やビジネスサービス、災害監視など私たちの生活の基盤となるところには人工衛星が使われています。なのでもし万が一宇宙ゴミが衝突してしまったら、人工衛星はあっという間に壊れてしまい、今の私たちの便利な生活を維持するのはとても難しくなってしまいます。そんな危機的な状況の中、世界中が何もしてこなかったわけではありません。10年以上前から NASA や日本の宇宙機関 JAXA など主要な宇宙機関や研究機関がこの宇宙ごみの問題にも取り組み始めています。また国連では国際的な宇宙ごみに関するルールを作ろうとしています。ですが世界中が集まってルールを作ろうとすると、政治的な問題、法律の問題、お金の問題などなどたくさんの問題が絡んでなかなか前に進まないのです。このような状況の中で民間会社がビジネスとしてやるからこそこの停滞状況を打破できると考え、宇宙ゴミの掃除をする会社ができました。それが今私が働いている会社です。さて宇宙のゴミ掃除ビジネスを始めるのに必要なものは何でしょうか。もちろんまずはお金ですね。そして次には技術、宇宙ゴミを回収する技術が必要です。3つ目、ビジネスモデル。よく誰お金出すんですかって聞かれるんです。そして4つ目が法整備。そして最後の5つ目が宇宙のゴミ問題をたくさんの人に知っていただくこと。これが一番重要だと思っています。この課題に取り組むのはスペーススイーパーズというチーム。なんかゴーストバスターズみたいですよね。宇宙のゴミ問題は
5つの課題を同時に解いていかなければならず、どれか1つが欠けても成立しません。この絵には経営者からエンジニアまで、それ以外にも分野問わず全員が一丸となってこの問題に取り組んでいこうという強い意志が込められているんです。私はその中でエンジニアと同時に日本に製造開発拠点があるんですけど、そこの代表を務めています。大学から数えて約10年ほど人工衛星の開発に関わってきました。私が主に担当していたのは構造と熱という分野なんですけど、構造というのはロケットに人工衛星を乗せた時に打ち上がっていって、その時の振動とか荷重に耐えるようにそのボディの設計をするというのがお仕事です。で、熱というのは宇宙ですと太陽が当たっているのと当たってないところで100度以上の温度差があります。なのでそんな過酷な温度環境下でも人工衛星の中の装置やセンサーがちゃんと動くように程よい温度に保ってあげるという設計をしなければならないということをやっていました。で、そもそも私が人工衛星に興味を持ったきっかけというのは大学時代なんですけれども、人工衛星はアイデア次第でたくさんのいろんな利用が可能なんだということを知ったからなんです。昨今では面白いことに人工衛星を使って宇宙でエンターテインメントをしようとしているところもあります。で、その中で私は宇宙ゴミビジネスをやりませんかと今の会社の創業者から声をかけてもらった縁で今ここにいます。私たちは宇宙ゴミ掃除をするにあたって2段階のアプローチを考えました。1段階目はもうこれ以上ゴミを増やさないこと。これからも人工衛星やロケットがどんどん打ち上がっていきます。それらがもうこれ以上ゴミにならないようにします。そして2段階目は今あるゴミの数を減らすこと。今すでにある地球の周りにあるゴミを回収していくというのが次のステップです。なぜこの2段階にしているかというと、まず技術的にこの1段階目と2段階目難易度が異なります。なので段階的なステップアップが必要となります。そして2つ目は人工衛星の打ち上げ事情が変化してきたからです。今宇宙業界ではコンステレーションという構想が大変盛り上がりを見せています。コンステレーションとは数百から数千機の衛星を地球全土を覆うように等間隔に配置をして一つの役割を果たすものです。このシステムが使えることが可能になると、例えば地球上のあらゆるところでインターネットがつながるようになったり、あらゆる地域で画像やさまざまな計測データを高頻度に入手することができて、それによってたくさんの多くの産業への支援が可能となります。ところでこのようなサービスを展開している数百とか数千機の衛星のうち1機が壊れてしまったとします。これはもうもちろんゴミということになるんですけれども、当然壊れた衛星と新しい衛星を交換してサービスを継続したいと思いますよね。でもその壊れた衛星が動けないとしたらどうでしょうか。例えば劣化車のようなものを使って移動してあげることが、回収してあげることが必要です。そう、例えて言うならこの宇宙ゴミ回収サービスというのは車のロードサービスに似ていると思います。壊れた衛星をその場から回収して他の衛星が通る軌道が安全になるように保たれます。また宇宙ゴミはそのまま何百年も宇宙にとどまり続けるので、積極的に回収することでゴミの増加を阻止することができます。宇宙のゴミ掃除方法はとってもシンプルで、回収して大気圏に落として燃え尽きるというやり方です。どうやって回収すると思いますか。人がいて回収する、違います。ロボットで回収する、ちょっと近いんですけれども、なんかガンダムみたいな世界になりますかそれも違うんです。私たちは人工衛星でゴミ回収を行います。これは宇宙ゴミ回収衛星エルサと言います。宇宙ゴミ回収の一連の流れはこうです。まずエルサはロケットによって宇宙まで運ばれます。ロケットから切り離された後、衛星に搭載したセンサーを駆使してターゲットまでわずか数十センチの距離まで近づきます。近づいた後、びっくり箱のようなものがニュッと飛び出して相手を捕まえます。
この時捕まえるところには磁石が使われています。皆さんよくご存知のごく一般的な磁石です。なぜ磁石を使っているか。宇宙は無重力なので相手にちょんと押してしまうだけで遠くに離れていってしまうんです。その点磁石は相手の方から引きつけられてくるので衛星側で精密なコントロール動きがいらず、その分衛星側のシステムをシンプルにできると考えています。宇宙ゴミを捕まえ回収した後はそのまま大気圏に突入して燃え尽きるという計画です。すごく便利です。ゴミの分別も不要です。全部燃え尽きますから私は宇宙の映画やアニメで描かれたような未来の世界を見てみたいんです。もしかしたらそれは全く違ったものになっているかもしれませんが、そういうことを考えるととってもワクワクしてきます。きっとそれは多くの産業が宇宙と結びついて、また宇宙がより多くの人にとって身近なものになっていると思うんです。これまで宇宙開発というのは国が主導で行ってきました。それを私はみんなのものにしたいと思っています。ただその前に宇宙をきれいにするということが必要なんですね。私たちは今このエルサの試作機を開発中で宇宙で技術実証をしようとしています。2020年にロシアのロケットで打ち上げを計画しています。私たちの宇宙ゴミ掃除への取り組みはまだまだ始まったばかりで、たくさんの困難にぶつかることでしょう。ですが何もしないわけにはいけません。なぜなら地球の周りがこのようにゴミだらけになってしまったのは 100% 私たち人間のせいなんです。宇宙がこれからも持続的に利用し続けられるよう宇宙環境を守っていくことが私たちのミッションだと考えています。今日このお話を聞いていただいて宇宙ゴミの問題に関心を持っていただけたらとても嬉しく思います。どうもありがとうございました。